はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業日記ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日撮影日で7月の30日今日日曜日に、撮影しております。で、ここ最近皆様どうでしょうか。気温めちゃめちゃ暑くないですか。なんかこの外で作業しててもそうですし、まあ家の中にいてもね、クーラーがついてないとなんかすごい暑いんじゃないかなと思いまして、で、ここ最近のやっぱりこの暑さの異常っていうのは、ちょっとこの間、まあ昨日ですよね、29日に、ちょうど作業としては、関連者掛けを今、ちょっと吉村農園の方では、畝上げ準備としてね、行ってるんですけど、その関連者をかけてるのも、本来であれば1日やってればね、もう20頭ぐらいパッパッパってかけられるのが、暑すぎてね、作業効率が悪いと。これ何なんだって感じで、本当に非常に暑いんで、今まで以上のこの暑さなんで、作業効率も多分悪くなるかなってところで、まあなるべくいろいろ工夫しながら、その中でも時間に余裕を持ちながらね、作業していただくのがいいかなと思いますんで、ぜひね、参考にしていただけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。で、今日の動画のテーマの内容、今日はですね、こちら育苗ハウスの方に来ておりますので、まあ今行っている作業のちょっとご紹介動画になりますんで、ぜひご覧ください。では早速、行ってみよう。はい、では本日なんですが、こちら育苗ハウスの方に来ておりますので、まあ、今行っている作業のご紹介をお願いします。はい、こんにちは。とても暑いです。その中でイチゴの方の苗を仕立てるっていうことで、今年は特に暑いっていうことで、私のね、左の手の方の苗を見てもらうとわかるんですけど、苗自体にね、隙間が空いてるのがこれ見えますか？はい、大丈夫です。こういうふうに、下さ、土を入れた感じで、どうしてもね、もう、根が、こういうふうな感じで巻いてると、新しい根っこがね、出なくなっちゃうの。で、これがね、なんちゅうんですか、死んできちゃう。もう根が張れないし、ポットぜ、あ、土自体がね、満タン値がね、固まっちゃう。そうすると、すくすくトレーなんかで、入ってると、水かかりも悪いのよ。で、今とても暑いから、ここから空気が入るから、根の張りもいいし、こういう下さ土を入れる、追い土作業を今やってます。目的としてはね、苗のためにっていうことが第一なんですけど、どうしても、今年なんかは特に高温になってると、根がパッカタになってると、引っこ抜いてもらうとわかるんですけどね、水かかりもね、この辺までしか染みない。どうしても上だけの染みてて、下まで実際行ってない場合が多いんですよ。それはなんでっていうと、ここに固まっちゃうの、これ。何回も下ろして申し訳ないんですけど、こういう風になってると、ここへ水をかけたとしても、上っ側に猫が張りすぎてて下に染みないの。それをもう、してあげるっていうことで、ここのね、中を見てもらうとわかるんですけどね。土が入ってんのわかりますか？はい。あと赤玉。この粒の大きいの。これ。こういう風なので、隙間を人工的に作ってあげるっていうことで、早い頃この作業をしたとしても無意味なんですよ。根がいっぱい張ってないから。これに関しては、ここに、目安としてはちょうどね、根が回ってきて、もう限界に、この、土でだけではこのくらいしか根が張れないっていうところで、ちょっと、助けてあげるっていうことで、追い土っていうことで、こういうふうに、すくすくの方にも土を均等に入れて、ここへ移し替えてるだけ。単純なんですけど、いちごの生育にはとてもいいですから、私はやった方がいいと思います。土の入れ方なんかはね、今度は簡単にどのくらい入れるのかとか、そういうことをちょっとわかんないと思うんで、何しろ隙間が空けばいいんで、いっぱい入れちゃうと浮きすぎちゃう。っていうことがあるんで、少量で、バラバラとやるっていう、その簡単なやり方をお見せしますから、一旦ここで止めます。それではね、土の方の入れ方。まずは土。何を下に入れるかっていうことで、最初に、赤玉。はい。これは鹿沼土でもなんで、
要するに粒の大きめな土植えの塊、一番安いやつですね、2、300円かな一袋、こういう風な感じで、普通はね、これも入れてるんです。これ、はい、7対3ぐらいの割合で内当たりはだいたい入れてますね。5対5でもいいんですけど、それはそんなに重要視しないです。何しろこれが一袋に対してだいたいこれを半分から一袋を入れるような感じです。それで、ここの土はこれ混ざってるの、はい、ちょっとやります。普通の梅土と赤玉土がね、今後これもね、赤玉だけの人もいるかもしれないんですけど、私はね、普通の梅土、赤玉とミックスでね、まあ7、3か5個ぐらいで、それはその農家その農家の考え方でやってもらいたいと思います。それで、すくすく、はい、空っぽね。そしたらば、ただ簡単なんです。こういうふうにしたらば、手で、こんな感じに混ざってますから、手でね、こう。下が見えないくらいにやるっていう感じで、このように。はい、ちょっとやりますね。あまり半分までは入れない。2割、2分の1ぐらい。いや、2分の1じゃなくて、全体の2割ぐらいが入ってれば、あんまりたくさん入れちゃうと浮き出ちゃうから。浮き出ても別に問題はないんですけど、量的にはね、あんまり気にしない方がいいと思う。半分以下。じゃないとね、これ一つずつね、測って入れると時間がね、かかる。作業的には丁寧にやった方がいいんですけど、そのような感じで、もう一度だけ見せますね。はい。こういうふうに。土はもったいないですからこぼさないように。手で握って、で、バラバラバラと2列ぐらいずつやって、また2列ぐらいやって、3回ぐらいこう手で握って、手の大きさにもまあよるからそこは、そうすると、均等にだいたいこう入ってないとこだけこう足してあげる。下のトラシ地区が見えちゃうと、それはまずいから、で上のこうやると、だいたいほら、均等になってるでしょ。はい。このような感じですね。それでこれこへ移していくっていう作業です。そうすると下に根の張りがいいですから、難しい作業じゃないんで、もう下に根っこが回って、もう新しい根ができないとかパッカタになってる土がね、梅土地で梅土地か、いちごのすくすくの中身が、そういう時はこういう作業をやらないと根が死んでるし、根が死んでくると上に新葉だ何か新しい、上に伸びるクラウン部分では何かが細くなっちゃいますから、作業の方はね、やった方がいいと思います。以上です。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、おいし作業のちょっとご紹介動画になりました。いかがだったでしょうか。まあ、このおいし作業をね、まあ、することによって、まあ、社長の方からもあった通り、こう、空間を作るってことは、根が新しく発根するってこともありますし、まあ、一番いいのは、温度が下がるっていうのもありますね。まあ、温度計なんか刺してみるとわかるんですけど、こう、おいししたいところは、根とこの、トレーの空間がないので、温度も意外と上がりやすいというところで、しっかりと空間を作ることによって、温度の、根の周りの温度を下げることもできるってところで、まあそれは、まあ、いわゆるこの、花芽文化のところにも一つちょっとつながってくるのかなってところありますんで、ぜひね、ちょっと作業に余裕がある方はちょっとやっていただけたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。あとですね、今年の目標としてチャンネル登録1万人目指しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではですね、次回も動画撮っていきますので、ぜひご覧ください。最後いきます。これが、農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、今日はね、ちょっとニュースで、大きな自動車の修理と販売をやってるなんとかモータースっていうのが、行政指導を受けてる
それは誰も知ってることなんですけど、私が疑問に思ったのは、急に、一つのことが分かったら、いろんな省庁がね、いろんな風に攻めてきた。駐車場の前にある街路樹なんかは、ここ数年前から枯れてるのに、今になったら急に、そら悪いことをやったかもしれない。でも一度に、袋叩きみたいにしてみんなしていじめる、日本的な企業地が政府のやり方、一つのことだけが悪かったら全部をあぶり出して、一つ一つじゃなくて、企業的におかしくなるかもしれないと思う。やり方がね、あまりにも汚すぎるような感じを私は受けます。一つ一つちょっと時間をかけてやれば再生もできるかもしれない。企業としてあんだけむしろ叩き地が袋叩きされたら、きっと再生は難しいかもしれない。それが世の中、新規就農なんかの人もそういう中で、一つのことが大したことなかったんですけど、積み重ねていって、その大したことなかった一つが出たとした、そうしたら、あ、もうそれで全部をその人は悪だと見なすっていう、この日本的風習、行政のやり方もそうかもしれないんですけど、日本的国民のやり方、良かった時はいいって言って、持ったてあげるかもしれない。でも一つ何かをやっていろんなことが出てきたら、もう袋叩きして、まあ潰そうとするっていうような感じで、社会の矛盾、まあ間違いは間違いでやってたんでしょう。私もそう思います。まあ一つがやってたんだから、いろんなことを企業と組んでいろんな悪いことをやってたのも間違いない。でも分かってたのはもう10年前からきっと分かってたんだと思う。あの創業以来ああいうことやってたんだと思う。ここへ来て暴露されたのは仕方ないかもしれないんですけど、あまりにもたくさんの省庁が一つの企業を目の敵にしてやるっていうのは、私もね、あんまり見苦しいような感じを受けました。そんなとこです。はい、ですね、次回の動画のアップになります。次回の動画なんですが、8月2日水曜日に配信になります。内容としてなんですが、圃場の土壌分析の結果が出ましたので、まあ、そちらのお話と、あとですね、それに伴って、まあ、補助に入れていく、まあ、元日のね、ちょっとお話なんかも一緒にできたらなと思いますので、ぜひ次回の動画もよろしくお願いいたします。